こんにちは。会社にお勤めの皆様、会社では誰かが商品を売ってきて、誰かがね、お客さんに対してお金をくださいと言ってるんですよね。で、会社に働いてる多くの人は目の前の人に対してお金をくださいっていう瞬間がないんで分かりにくいと思いますけども、確実にですね、その会社ってのはできた製品やサービスを人に案内して、で、契約を結ぶためにセールスをしてるんですよね。で、セールスが失敗すると何が起きるかっていうと、まあ、当然会社で働いてる人のお給料とか仕入れ原価とかいろんな経費がかかります。この経費が売り上げもないのに払わなければならないということになるんですよね。で、社長は金策に走って当場のそういったお金の穴埋めをするためにお金を借りるんですよね。で、銀行が貸してくれればいいですけども、そうとばかりはいかないです。よく南の帝王の中で出てくるストーリーとしては、中小企業の社長とかね、町工場の社長が金策に追われてそれでもお金ができなくって会社に戻ってきたら、借金取り万田銀次郎が今日期日ですみたいなこと言われてね、凄まれて、万田さん殺生やがなみたいなこと言いながらね、金利だけでも持って帰ってもらうために手持ちのお金を渡していくということがあります。結局ね、お金が稼げないっていうのは悲惨な結果しか生まないんですよね。お金が稼げなかったらどうなるかっていうと、闇金ドックスのパート5を見ていただきたいんですけども、いや本当にひどい話ですよ。ストーリーとしては非常に悲しい話です。最後は認知症のお母さんとね、それを支える優しい50代の息子が2人で心中するラストシーンですよ。こんなにね、後味の悪い物語はなかなかないですよ。まあいろんな借金取りのテレビや漫画がありますけども、最終的にはね、恵まれなかった人がお金に苦しめられた挙句、お金によって救われてよかったねみたいなラストシーンで、ああよかった、でも現実はこんなにうまくいかないよねみたいなストーリーで終わるんですけども、闇金ドックス5はですね、本当に最後突きつけられるような現実ですよ。ずっと優しくて一生懸命働いてきた50代の、まあ、中年のね、おじさんが独身で家族もなく親戚縁者にも頼れずに、で、仕事もうまくいかずに、しかも仕事のスキルがないわけじゃないんですよ。認知症のお母さんと介護をすることを同時にするがために仕事を追われていく。仮にですよ、この方に、この50代の方にですね、十分なお金や支援が行き届いていたら、しっかりとお母さんを介護して、お母さんがあとね、ご存命の数年間か分かりませんけども、その間息子として最大限の母親への愛情が捧げられたんじゃないかなと思いますけども、最後の愛情がね、一緒に死ぬこと、うん、こんな悲惨な結末はないですよ。本当にね、やってらんないですよね。でもこの現実ってのは私何回も見て思うんですけども、他人事でも絵空事でもなくって、いつでも自分の身に降りかかるものだと思ってここまでやってきました。今でも自分の足元をあのラストシーンを思い出しながらね、足場を固めております。で、この物語っていうのは実話を元にして作られたものであり、その実話っていうのが本当に世間で大きな波紋と反響と恐怖を広めたんじゃないかなと思います。これはね、本当に他人事じゃないんですよ。この先進国、経済大国ナンバー2、3と言われている日本で起きたことなんですよ。世界中をジャパンマネーが買い漁った、その時代からまあ20数年経った今、この50代の方も、そして私もそうですけども、豊かになる日本をこの目で見ながら10代や思春期を過ごし、社会に出た瞬間にその豊かさがピークを越えてピークアウトし、デフレに向かい、
それでも日本だなんとかなるんじゃないかなと思っていたら、なんともならない現実が周りに降りかかり、いつしか自分にも降りかかりみたいなことが起きたわけですよね。まあ、こんなことがもうあってはいけないと思いながらも、じゃあね、どうすればよかったのか、稼げる人間になってれば解決できたんじゃないかなと。これも突破口の一つです。他にもいろんな方法があると思いますけども、私はビジネスをしている人間として、お金を稼ぐことによってね、避けられる災難が山ほどあるんですよ。でもお金を稼げない、たったその一点だけのために避けるべき、避けれるべき災難が全部体に降り注いでくる。これがね、悲劇を生むんだなと思いますね。うん、お金を稼ぐ以外にも方法があるかもしれません。何でもかんでも金じゃないよ。その通りです。でも私はお金を稼ぐ以外に今のところ思いつかないんですよ。だからね、教えてもらいたい。お金が全てじゃないのなら、じゃあお金以外でどんな解決方法がこの親子にあったんでしょうか。そして私たちにあるんでしょうか。闇金ドックス5、しっかりと見ていただきたいと思います。そしてですね、もうガソリンのね、価格がこれからね、急騰することが予想されます。うん、ちょっと計算してみたんですけども、私の乗ってる車、リッター何キロか分かりませんけど、60リットル入るとしてね、60リットル、まあセルシオはもうちょっと入るんですけども、ガソリン代がね、リッター500円になったとしたらどうでしょうか。3万円ですよ、給油代金。でも3万円ぐらいのガソリン代はどんとこい払ってやりますよ、こんなの、ね、月間で2杯入れたとして6万円、おー払ってやろうじゃないか、車のガソリン代ぐらいは払ってやろうじゃないかと思いますけども、ガソリン代が上がるってことはね、自分の乗っている車のガソリン費用の負担が上がるだけじゃなくって、例えば佐川急便さんとかね、まあ、ヤマトさんとかね、運送会社がありますよね。運送会社、配送コストも上がるってことなんで、とてもじゃないけども無料配送とかできないですよね。すぐ着く明日配送も、細かいロジスティックスがあればこそなんですけども、もしかしたら運送の効率化を図るために2日に1回の配送にしますみたいになるかもしれないですよね。どうでしょうかね。いや、そればかりか運送コストが数倍になるということはどこも吸収できませんから、商品を通販で買うときに運送コスト、ね、これ取引金額の 10% とか 20% とかっていう風になるかもしれないですよね。そうなると通販の需要は減るかもしれませんし、高速道路の利用者も減るでしょうね。人々は車を手放し、それによる経済の落ち込みは計り知れないということにもなるかもしれません。まだまだ問題ありますよ。家を建てようかなと思っても、建築コスト爆上がりですよね。建築資材を運搬するのにいくらかかるんだってことになりますから。いや、だからね、今ね、私たちの国から見ると遠くの世界で起きていることでもダイレクトに私たちの足元を揺らがす、そんな時代なんですよね。だからね、これに追いつく稼ぎってのは果たしてあるんだろうかと思いますよね。これからもお金を稼いでいくってこと、誰かの役に立っていくこと、これは表裏一体で取り組んでいかないといけない私たちの課題ですけども、まあ、そもそもね、お金を稼げるのも平和だからなのかなと、やっぱ改めて思いますね。いろんな国と仲良くしてるからこそ、うん、正常な競争がそこで生まれて、適正な価格で商品が手に入ると。今ロシアとの国交がこのまんま断絶して、いろんなエネルギー開発事業がどんどん中断してますよね。そうなると、まあ、ロシアからエネルギー資源を買うことができませんから、本当限られた地区からエネルギー資源を調達することになりますよね。考えられる方法としては、中国がロシアからエネルギー資源を安く買って、そこにしっかりと利材をつけたものを中国から買わしてもらうみたいなね、中国の漁夫の利というやつですね。あとは産油国であるアメリカが独り勝ちするみたいなね、さらに強いアメリカになると。結局
ロシアの弱体化によって中国とアメリカの覇権争いがさらに激化するというね、こんな構図も見えますし、今だからね、有利な位置にいるのが中国ですよね。アメリカをはじめとする NATO 軍にも組みしていない、かといってロシアに肩入れもしていない。どっちに中国っていう国は自分の国家としての強さを売りつければ高く売れるか、虎視眈々と見てるところじゃないですか。あ、そしてロシアではなくアメリカ NATO 軍に協力することと引き換えに台湾と尖閣問題には口を出すなっていうね、密約を組む可能性もなきにしもあらずだなというふうな怖いことを最後に申し上げて今回終わろうと思います。億万長者合宿マトリックスバキューン、いってらっしゃい。